出ちゃってるとか切れちゃってると思う、なんか思ってます。それじゃないです。お、知りたい。映っちゃってるのに切れてるっていう。へぇー。例えばなんかこう携帯がこうやって普通に映っちゃって、ここに電話番号とかがバッてかかってきた人のが出ちゃったりとか、うん、まあでも違うか、なんか人がスタッフが見切れるとか言うんですよ。あ、だからここにスタッフがいて本当は見えちゃいけないのに、思いっきりそこでここから窓からスタッフさんが顔を出してこうやって確認してるのを見切れてるよとか言って、あ、そういう意味なんだ、すいませんっつってこうやって、へえ、勉強になった。はい、逆ですとか皆さんが思ってる、あ、そうそう、そういうのありますよね。そうです、うん、まあまあだからここでこの一行にすごい引き付けられちゃってるけど、うがった見方っていうのは、はい、そういうことができること。そうそう。で、ケア能力としての察する能力は、ケア能力としての察する能力は全然違います、うん、ほとんどの察する能力が高いというのは、どちらかといえばケア能力が高いという人が多いんだと思っています。これはね、だから僕が察する能力が高いっていうのをここ何週間も喋ってるんですけど、はい、見てる人、多分、ね、その SNS の日記を見たミコリさんが感じてることだと思うんですけど、あるいは、はい、恋愛ニバーシティの日記をね、察する能力が高いっていうのは何かっていうと、実はその物事の、うん、と何だろう、本当の意味は何なのかって探しちゃう人のことを 言ってるんですよ、僕はね、はい、でも例えばこの前のリンガさんもそうだったんですけど、うん、ビールのなんか、ビールがなくなってた時に気になってついちゃうっていうのを察する能力が高いって言ってたんですよね。私そのギャップ感じてました、ちょっと。はいはい、うん、で、まあ、確かに、それも、察する能力が高い人は気になるんですよ。まあ、範疇に入ってる、範疇に入ってる、うん、でもそのケア能力が高い、それは気になって、何だろう、下上げた方がいいという気遣いができる人って意味じゃないんですよ。わかります。ということをミコリさんはここで、教えてくれてると。何だろう、はい、こう察する能力、うん、があって、その中にそうケア能力、ケア能力があったり、まあ、なんか何々があったり、うん、あ、それで言うとね、ケア能力はここからはみ出てるから、こう、あ、そうなの、つまりそう、ベンズってことで言うんですけど、ベンズ、懐かしい。だからさ、そう、まあ後でその小鈴さんが見せてくれると思うんですけど、こんな感じですか。そう、だから一部は察する能力が高い人は、うん、ケア能力も高いことが多いんだけれども、うん、一方で察する能力は低いにもかかわらずケア能力が高い人がいるよっていう。なるほど。そう、それは何だろう、そのうがった見方っていうのを常に探してるわけじゃないけど、アビールがなくなっても入れてあげようっていうか、うん、こんな感じです。はい、ということをミコリさんが SNS で書いてくれた。はい、わかりやすかった。じゃあ次、はい、さすがミコリさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ次、エビさん、これ質問ですと、はい、では察する能力が高くて自分発信をしない男性にはどういうふうに落とせばいいんですか。と、男性にはってか、男性はってことですよね、はどういうふうに落とせばいいんですか。そうですね、男性はってことですね。ですよね、はい、自分も自分発信をせずにいたらなかなか発展しないと思うんですが、ということは、まあ、お互いこう、なんだろう、牽制しちゃう、牽制というか、なんていうんですか、混んじゃうっていうか、うん、何もしないまま終わっちゃうっていう、よくある中高生の片思いみたいな。お互い好きなのはなんとなく分かってるけど、そうそうそう、っていうことですか。そうですね。じゃあもう別に誘ったら、なんだろう、本当は僕のこと好きじゃなくて優しくしてるんだろうから、うん、まあ今日はいいかみたいな。で、二人がやってるうちに、まあ彼氏が転勤になり、はい、彼氏がその好きな人が転勤になってさようならみたいな。うん、で、その最終日とかに好きでしたみたいな。いや、俺も好きだったよとか、なんで早く言っとけばみたいな。いや、勝手に僕はもう今物語だったり作ってたんだけど、うん、これどうしたらいいかっていうと、はい、察する能力が高い人っていうのは勘ぐってるだけなんですよ。だからそのどっちなんだって常に思ってるんですよ、うんうん、だからなんだろうな、どっちなんだって迷わせないようにすればいいんですよね。あー、なるほど。ということはどうすればいいかっていうと、まあそういう役を演じる、役をきちんと演じると毎回その同じメッセージを出すので、うんうん、この人はそういう人なんだって感じてもらえる、うん、例えば、私はあなたが、人として大好きですっていうような役を演じるんだったら、うん、何かとそれを伝えればいいんですよ、うん、言葉なり態度なりで。例えば、うん、僕がよく言う例ではエレベーターがあって今まさに閉まろうとしていて、うん、彼が特に来ると開けるをして、ちょっと来てよみたいな、ちょっとそんなことで勇気がいるかもしれないけど、
でも察する能力が高い人ってありがちなことは、うん、彼は私のことを嫌いだしこんなエレベーターで待ってないかもしれないと思って閉めで押したりするんですよね。わかります。でもそうじゃなくて、私はあなたに、まあ、下心があるかないかどうか置いといて好意がありますと、人として好きですと、だったら飽きるを押す、そういう人を毎回演じると伝わる。わかりますかね。わかります。で最初の出だしとしては全く出だしがないとしたら積極的になっていいんです。誘っていい、うんうんうん、でもそれは例えば天真爛漫で積極的で優しいというようなキャラです、うんうん、サマーみたいな、サマーみたいな、そう500日のサマーって映画のサマーみたいな、よく出てくる、そう映画見ました。私見ました。いい映画ですよね。 OK、うん、綺麗、そう可愛らしいですよね。映像が綺麗、なんか花畑とか出てくる。確かに、あれフランス映画なのかな、どこの映画か知らないけど、英語だった、英語だった、あ、そうか、じゃあイギリスかどうか知らないけど、アメリカじゃないですか、アメリカか、違うのかな、わかんないです、ごめんなさい、まあ、だいぶ前ですよね、だいぶ前、だいぶ前、子供の時見ました。いや、どうかな、あれ、あ、そうか、いや、というのも何でかっていうと、あ、そう、どうでもいい話ですけど、うん、フランス国際映画祭ってあるじゃないですか、あるんですよ、はい、でそれで僕に対してなんかコメントくださいって言ってくださった方がいて、でその人が一番ハマった映画って何ですかって言ったら500日のサマーって言ったから、フランス映画だと思い込んでたけど英語だったんですね。わかりました。はい、すいません。はい、行きましょう。次。はい、シロさん。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。私のぶしつけか。ぶしつけなコメントにもかかわらず褒めてくださって恐縮です。はい。そしてとても嬉しいです。はい。博士にまたまた質問です。博士は S 気質とのことですが、はい、私は幼少期から今まで男性にからかわれたり、はい、揚げ足取られたりのいじめられキャラで、職場でもプライベートでも S 男性との親和性が高いです、うん、そんな私の周辺にいる S 男子と恋愛でも職場の人間関係でもうまくやっていくコツがあればご教示願いますとのことです。これさ、でも話をここの文章読む限り、はい、うまくやってるじゃんっていう、親和性が高いって言ってるもんね、うん、今まで通りでいいってことなんですかね、これ。そういうキャラなんですけどっていう。うん、私ね、S 男性から全然絡まれないですね。ああ、なんだろう。なんですかね。こう防御しちゃうんじゃない。私、強そうですか？何かを言うと、うん、5倍で返ってくるみたいな。そう。それ私の言いたい意味じゃありませんみたいな。え、そんなことなくないですか？今僕は今 S キャラでいじってるんですけど。私ね、あんまりね、あ、そうね、されないから羨ましいです。この多分このいじめられきたい、ね、いじめてくれるって可愛がってもらってるってことですね。いじられきっすよね、うんうん、羨ましいですね私。ああ、そうなんだ、はい、これはやっぱツッコミどころがあるんですよ。女性によってはツッコミどころをなるべく減らそうとする人がいるじゃん、はい、なるべくツッコまれないようにするみたいな、はい、そういうキャラですかね、まあ、そうですね。なんかこう例えば、はい、例えばスマホとかが5世代古いとか、はい、恥ずかしくて隠しちゃうみたいな。なんか起きてた。なんか博士と、そう、本当にゆるふわ感が出て良かったと思う。博士、今日も私今日寝坊しちゃってちょっと服を選ぶ時間があんまなかったんで、はい、うん、本当はすごいお気に入りの岩下の新生姜 T シャツを着てこようと思ったんですよ。岩下の新生姜 T シャツ、はい。あ、多分検索してみてください。岩下の新生姜の絵が描いてあるのロンティーみたいな、なんかあるんですけど、はい、でもこれ着たら博士に何それって言われると思って。あ、はいはいはい、あ、そうか、あ、でもそうだな、この多分シロさんもそれを着てこないかな、だけど着ちゃうんだろうな、なんだろう、そうじゃない、突っ込まれると分かったらそれはしないんだけど、でも、そこ突っ込まれるだろうをしちゃうんでしょうね、このシロさんは。あ、なんか変な、でもその結構ラミさんって結構完璧を目指してる人かなと思って、あ、というのもそのなんか例えばちゃんと予習をしたりとか、あ、きっちり、まあ、仕事にしてもそうなんですけど、はい、きっちりこなすみたいな。そう、一応お仕事は役割を全うしようとは。そうですね、結構仕事人間じゃないけど、うん、きちっとしたいんですよね。やりますね、やります、ね、はい、仕事だからって仕事はきちっとするみたいなやる。でもその突っ込まれる人っていうのはそこに抜けがあるんですよ。そうそう、だからそんなにしっかりしようとしてないというか、うん、なんかでもそういう人のが好かれますよね。それはある、うん、それはあるっていう、まあそうなんですよ、ね、なんかこの仕事する相手としてはすごい
好かれるんですよ。うん、あちゃんとやるからね。そう、安心できるもん。事務所っていうかそういう、うん、依頼してくる、うん、業者じゃないや、そういう人だね。そうクライアントさんとかは、うん、まあ信用してくれるんですけど、そのなんか芸能とかタレントとしてはやっぱ人からで愛されることの方が重要だったりするので、ね、なんかそのゲームとかも今配信してて思うのが、その私下手なんですよ、やっぱり、うん、まだ始めたてだから、まあ、難しいよね。その武器とかも覚えなきゃいけないから、はいはい、そのアタッチメントはどれを使ってとか、はいはい、すごい勉強してたら旦那さんに、いやいいんだよ下手で。そう、旦那さんさすが。そう、お前なんかそんなに上手くなんなくていいから、うん、とりあえず成長してる姿を見せれば、そうそう、みんな応援してくれるから、うん、もう下手でいいからもうさっさと配信しなみたいな。まさにそれだ。あ、やっぱそうなんですね。うん、そうだってね、まあ AKB とかよくわかんないけど、だってそういう成長させたいもんね。うーん、あ、それは女性に対しても普通の恋愛でも、うーん、完璧な方がモテないよね。ああ。なんだろう、やっぱなんか助けたいっていうか応援したいっていう時に完璧だと応援いらない感じがしちゃうもんな。確かに、なんかでもミコリーさんとか、あのゼミのあのさやこさんみたいな人ってなんか尊敬になんかなっちゃう、うん、あなんか、はすごいみたいな。それが完成してるから。そう、完成されすぎてて、もうなんか何もミコリーさんがなんか全然そんなことない。え、さやこさんみたいに見た目も綺麗で、なんか仕事もすごくバリバリしてみたいな、なんかもう完璧じゃないですか。まあそう見えるんだ。そうだとしたら、完璧だとしたらなんか確かに自分がまあ、なんだろうな、20代後半とか男性って仮定して、はいはい、だったら、あ、もう俺無理だわって。あ、確かにね。もうなんか、別に俺じゃなくてもいいやってなっちゃうかも。そうね、そうそうそう。っていうことですよね。そういうこと、そういうこと。うん。完璧じゃない方がモテる、確かに。そう。なんか、あ、綺麗だなって。あと、例えば、自分が書いた文章に誤字とか脱字があった時に、うん、それを隠そうとするとか、そういうのってありますかね。隠す？例えば、なんだろう、完璧じゃない場合に、M キャラじゃない人は、うん、それを隠したりとか、例えばなんだろう、靴下とかが左右で違うとき、そんなことないと思うんだけど、はい、バレないですぐにコンビニに買い直しに行くみたいな。だからなんだろう、完璧なところ、完璧じゃない自分はやばい、突っ込まれたら、やばいと思っちゃう人が、M キャラになりにくい。あ、なるほど。と僕は思う。で、確かに M キャラが持てる。で、だから多分その人も、シロさんも、うん、モテるんでしょうね。じゃあその S 男子、つまりまあいじり方の人からモテるには、うん、じゃあそのままちょっとこう隙がある方がいいよっていうこと。そう。でもう一個、ただその M キャラの辛いところは、はい、なんかそこまで踏み込んでくるってことも言われたりするんですよ。あ、その時は勇気を出してそこはダメって言わないといけない、うん、でその場の雰囲気は凍りつくんですけどでもそれ凍りつかせた方がいいんですよ。うん、で凍りつかせるのは苦手な人は結構いるんだけど、うん、効率化せろと、うん、でもその代わり反省して、あのいじるのも、うん、あのいじり上手な人は、うん、そこを避けてこううまくいじってくるんですよね。あ、でそこで、たまにその泣かしちゃったりすることもあるんでしょうね、うん、あのまあ、テレビとかでもあるじゃないですか、そのいじりキャラがタレント泣かしちゃうみたいな、うん、まあ、僕の世代で言うと極楽とんぼの加藤とかよく泣かすしてたんですけど、うん、それまた反省してまたいじり方を工夫してくるんで、うん、そう、でもそうし、その時に頑張っちゃうと、うん、そこいいんだと思ってそういうルールになっちゃうんですよ、うんうん、そのこのシロさんが気をつけることは、うん、彼氏とかできたりとか、まあ、会社で持ってたりするときにここ踏み込まれたと思ったらすぐにそこはダメって言わないとダメだと。はい、次行きましょうか。はい、ありがとうございます。あ、次はるかさん、ありがとうございます。はるかと申します。察する能力について質問させてください、はい、私は24時間テレビやお涙頂戴の映画などは大嫌いですが、メディアからの情報は鵜呑みにしやすいなど、察する能力が高い人低い人の両方の特徴に当てはまります、はい、私のように察する能力が極端に高い低いのではない人の場合、どちらなのかを見分ける方法はありますか。低い低いでしょ。はるかさんは、察する能力が低い。低いです。低い。僕察することが今僕が低かった。今もう一回ちょっと時間巻き戻して、もう一回はるかさん、察する能力が低い、これを期待してたんですよね今ね。いや、なんかもう私が言うよりも多分直接見てるんで、多分しまった今僕その低いっていうことを期待されてることに気づけなかった。まあそれ置いといて
大丈夫です、大丈夫です。多分、まあ、サスルノーリカは普通、まあ、でもあの極端に高いとか極端に低いとかあるから、まあ、低めだと思いますけどね。だって、はい、そうさっき言ったうがった見方っていうのはとても重要で、うんうんうん、鵜呑みにするなんてありえないからね。おじゃあ、まあ、でも別にこれいいとか悪いとかじゃないんですよ、ね、じゃないんですよ。そのとおり、いいとか悪いとかじゃない。いいとか、だから性質だから。性質なんで、まあ、血液型みたいなもんですよね。そうそうそう。A 型、B 型、C 型って、あ、C 型、O 型いい、それ、あの、突っ込まれるところだから。そこいいよ、そこいい。はい。うん。すいません。じゃあ、そこなんか、うん、そういう時って、それ YouTube 作ってらっしゃるじゃないですか。はい。編集だとどう、C 型とか自分出したりするの？出す。あれって、あれちょっと恥ずかしいよね。私結構そういうの自分多いから。でも間違えたらよし、みたいな。だよね。来た。だからあれって自分で出してるわけだよね。自分で課金とかも見たりするけど、僕たまに見たりするけど、最近あのコンビニですごい腹立ったっていうのが、YouTube で課金がアップしてて、その時にこう吹き出しとか自分全部自分で入れてるんでしょ？あ、そうです。あれソフト、あの編集で入れてる。あれなんかちょっとやっぱ最初冒頭に戻ると寂しく感じるというか。ヒカキンさんがやってるとなんかもうちょっと年齢的にもね。うん、いや年齢関わらず、だってその C 型って言っちゃってるじゃないですか。それは可愛らしいですよね。でもそこに C 型って入れようっていうこのもう一つの自分その2時間後のね、コスズラビさんはプロデューサーの目に変わってるっていうか、そうです、そうです、全部自分でやってる。ディレクターというか、そう、結構ね、セルフプロデュースしないといけないですよね。そうそう、でそれが、いやそれはすごく OK なんだけど、僕で言ったらなんだろうな、自分が失敗したところを後でもう一回僕はそれをこう編集でカットせずに出すってことですもんね。むしろ出すってことですもんね。うんうんうん、それが何だろう、見えちゃってるというか、うんうん、そうそうそう、はい、はい、じゃあちょっとリルさんから続きというか、まあ、察する能力が低い、高い人はどれぐらいの割合かという、これ面白かったな。今回、うん、博士の今回の問題提起、自ら察する能力が高いという人多いか、実際はそんなにいない。例えばマナーとして飲み会の席でビールに気づいてたりと習慣もあるので、そこが分かりづらくなったりもある。前に私が例で出した HSP、 ハイリーセンシティブパーソン、なんかこういうのを本にしてる人がいるらしくて、うん、はい、なんかこう敏感過敏な人ですよね。うん、そういう、まあ今取り寄せてるけど、はい、に関する時間50人に1人くらいですと。生活していてめったに遭遇しないです。はい、で、まあ、まあ、かいつまんで僕が説明すると、はい、リルさんは察する能力が高いっていう人も他の人が言ってるとのと似てるんじゃないかと。そのうちの一人がさっき言った、はい、HSP っていうハイリーセンシティブパーソンっていうのを本を出してる人がいて、それによれば50人に1人は、うん、が察する能力が高いんだと、うん、そのハイリーセンシティブパーソンと察する能力が高いが同じだとすれば、うん、一方であの精神科医の人が YouTube を出してて僕も見たんですけど、はい、ジャイアンチティカシャンセスっていうのを話してたんですよ。うん、つまりクラスには、うん、察する能力の低い人がいて、うん、まあ、静香ちゃん、それをジャイアンって呼んでるんだけど、はい、察する能力の高い人を静香ちゃんって呼んでるんだけど、うん、でそういう人を傷つけてしまうと、うん、だからそのデリカシーのないことをいっぱい言ってね、はい、精神科医によると、うん、100人に1人ぐらいしか察する能力の高い人がいないと、うん、でそれに合わせて授業やっちゃうと、うん、傷ついちゃうので、そのジャイアンを説得しようと、うん、みたいなことを言ってたんですよね。ジャイアン 99%、うん、静香ちゃん1人だから、その、リルさんの提案というか問題提起かというのは、うん、多分話を聞いてると察する能力の高い人とは 50% で、うん、低い人は 50% と思ってるかもしれないけど、うん、察する能力ってほとんどいないんじゃないのっていうのを多分リルさんは言いたいんですよね。うんうん、はい、それに関して言うと、うん、そうかも確かにここ僕もあんまり察する能力の高い人と低い人の割合と考えたことはなかったんですよね。はい、高い人と低い人に対して駆け引きを変えた方がいいとは思ったけど、うん、でも考えてるのは確かに高い人って少ないのかもね。あ、というのも前言いましたっけ、あの、NHK スペシャルで、はい、オバマ大統領の大統領選の話をしてたんですよね、うん、昔ね。でその時にそれぞれの家のドアノブにオバマさん当選、その話聞きましたね、で当選しますようにと、うん、と応援してくださいってやると、うん、当選確率が高まるんだと、うん、僕はそれをされたら嫌だなと思ったんですよ、うんうん、でも当選するってことはそう思う人は少ないってことですよね。むしろ応援してくださいって書かれてたら応援したくなっちゃう人が多い、うん、これって察する能力が低いと思ってるんだけど、うん、
選挙的にはプラスに働くとすると察する能力の低い人が多いってことだって話をしたんだけど、うん、まあまあこれを見てるとそうかなと、うん、まあだからテレビで CM する効果みたいな、そう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 ですね。あとトイレになんか大切に使ってくれてありがとうとか入っちゃった効果があるわけだから低い人が多いんでしょうね。まあそうじゃないと多分世の中回っていかないので、もう一つだけ言うと、そのなんか経済学者の、うん、でなんかモテない代表みたいなテレビ言ってる人誰でしたっけ？モテない、モテないで売っている経済の先生みたいなのがいるんですよ。吉森本拓なんちゃらみたいな、ああオタクの、そうそう、その人かな、まあ、経済学者なんだけど、ちょっとこうぽっちゃりした、ぽっちゃりした、そう、眼鏡かけてる、そう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 、その人が政治に関して A 型 B 型とかなんかいろいろ分けてたんだけど、はい、一番危険なのは政治に関心があってバカな人と、うん、って言ったの知ってます？なんかちょっとやばそうなの、それちょっとって言ってたんですよ、彼が、ね、まあ、言いたいことは分かる、うん、だからそれはだから政治に関心があるんだけど、うん、誰かの言葉を鵜呑みにしちゃう人たちですよ、うん、っていうことも考えで、しかもそういう人たち多いって言うんですよね、うん、それもこれと関係してるかもね、まあ、そうです。はい、次いきましょう。はい、では私のプチスピ体験、はい、そう、もっと軽くしましょう、はい、ちょっとね、察する能力の高い低い掘り下げすぎですよね、みんな、いや僕も含めて、もういいだろうっていう、もうちょっと軽くふわっとさせたいですよね。なんだろうな、なんか察する能力が高いとイコールいいって思ってる人が多いんですけど、うん、そう、その全然ない、私化粧品を販売してたんですけど、はい、お客様に楽しい体験とか美しくなることとか、うん、自分の肌を手入れする楽しさを提供するんですよ、うんうん、はい、で実際にその化粧品の成分がどうとか、うん、すごい聞いてくる人も中にはいるんですけど、はい、そうじゃなくて、あ、肌綺麗になりましたねとか、うんうん、使ってみてどうですかとか、新しいの出たんですね、買いますとか、楽しみですとか言ってくれる、それが楽しい時もあるわけですよ、はいはい、だから必ずしもなんかこうそこまで世の中をこう疑って生きることって、なんか一回それに流されてみることもなんかこう楽しい体験につながるっていうか、なんそれ賛成、わかります、わかるわかる、こう僕もそうありたい、そうだからなんていうのかな、人生を楽しんでないよ、ね、そう楽しんだ方がいい、そのなんかドアノブにさ、例えば応援してくださいっていうのがかかってるのに、うん、これはなんとかだから帰ってしないとか言うとってさ、うん、孤独な人生はそうっていうか、そうそうそう、なんか確かにそれは別に私たちも売ってた側も騙そうとはしてないし、うん、そうね、間違ったことも言ってないから、うん、確かに、でも新しい商品出たのは楽しみとか、これ使ったらもっと綺麗になれるかしらとか言うおばあちゃんとか、めちゃくちゃ可愛いんですよ、そうね、確かに、もう大好きなる、だからやっぱ察する能力低いも持てるな、それはそうだわ、でもしかしたらその女性も別に察する能力が高いか低いかで言ったら、なんだろう、そのうちらの化粧メーカーを好きになってくれてるだけで、他ではそうじゃないかもしれないけど、はい、そのなんていうのかななんか、うん、その鵜呑みにするっていうのも、まあ、信じてあげてるっていうのも愛情だと思うんですよ、うんうん、そうね、ブランドを好きでいてあげるみたいな、はいはいはい、あ、じゃあ何々ちゃんが、ただ僕例えばね、じゃあ分かった、例えば、うん、まあ、あるおばあちゃん、多分僕はもし女性でおばあちゃんだったとしたら、小鈴さんが勧めた方に対して、はい、あ、嬉しい、そういうのいただくわとか言うんだけど、奥底では、うん、でも本当はどうなんだろうと、うん、だから分かんないですよ、小鈴さんには多分、あ、そうそう、だからそれでもなんか人から好かれるっていう点に関しては全然いいと思う、だから察する能力高い人は、さらに演じるんで、まあでも演じててもなんかいいかな、そう、なんかそういう乗っかってあげるのもとか楽しみ、演じててもいい、なんか楽しくなってほしいなって思います ね、 ただその演じてるけど本人は楽しくないけどね、だから察する能力高い人ってあんまり幸福になれないと思ってるんですよ、うん、いやだからなんかあるところでは低くていいんじゃないかなって思う、それ調節できたら最高ですよね、私はそういう人いると思いますね、なんかそういう、あ、そういう人いると僕も思う、買い物に来て、うん、ここでは結構もうなんだろう、察する能力 の、 そのスイッチはオフにして、うんうん、あ、その私 の、 その先輩とか、うん、その誰々さんが言うんだったら買うわとか、それはね、いると思う、僕も、そうそうそう、僕もそうするように気をつけて、楽だし、そうそう、楽だし、私も、ね、そう見てて楽しいし、それはなんだろうな、
騙されやすいかって言ったら、まあそうかもしれないけど、でもそれもいいことか、それでもいいじゃんっていうね、いい得がある。そうそう、でまあスイッチ入れられるんだったらそれいいよね、うん、あのなんか荒俣宏って知ってます？名前だけっていうなんか博物学者みたいな人がいるんですよ、うんうん、その人がはあの妖怪とかそういうのにすごく詳しいんですよ、うん、でもまあ、研究者っぽくもあるんで、うんうん、妖怪なんかいないじゃないですか、うちにね、うん、本当は。でも荒俣宏が言うにそういう話をする人がいたら乗っかるんだと、まず、うんうん、その疑いなく全て受け入れると、うん、そういう能力が必要ですよって言ってて、まさにそれだなと思って、乗っかるってとても重要で、うん、僕もそう思います、うん、はい、そういうの楽しめるし一緒の空間は味わえるし、うん、なんかこうね、うん、それをいちいちこうなんか本当はどうなんだとか考えてたら、うん、確かに楽しくない、疲れちゃうから、疲れちゃう、その通り、それはそう思います、時にはぜひ、そうおっしゃる通り。で、でプチスピ体験、これ私読んで思ったんですけど、はい、エリさん、はい、ありがとうございます、うん、また博士のプチ スピ体験ですが、さすがに数字が並ぶとスピを否定できません、うん、うちの父と長男と次男が同じ誕生日なので理由を探していますが未だに謎です。これすごくないですか？父と長男と次男が同じ誕生日、すごいですよね。長男と次男、なるほど、へえ、これエリさんのお兄様と次男って書いたからちょっと分かんない、弟さんか分かんないですけど、うんうんうん、同じ誕生日とお父さんすごいよね、父と。いや、なんかあるだろそれ、いや、でも本当はないんだろうけど、うん、いや、疑っちゃうか、ごめん父と長男と次男が同じ誕生日、これすごいね、これはすごいですね、何月何日か知りたくなるよね、うん、でも、まあ、難しい、まあ、僕はそのすぐにあのあれしちゃうんで、なんかそのでも誰しもなんかそういうのって1個ぐらい持ってたりしない、うん、この人の場合はその誕生日が3つ同じ、うん、でもそれとは全く違うんだけど、例えば僕が今入ってる会社って、411っていう数字なんですよね、数字の名前の会社なんですよ。あー、本当だ、そうなんですよ、そうですね、で僕の住んでる場所もその数字が入ってる。いや、これぐらいでいいでしょ。はい、その数字が入ってる。個人情報。あと、ドキ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 したね。あと、実家の、はい、郵便番号もその数字が入ってて、これ、まあ、この誕生日よりは弱いかな。いや、でもすごい。だって3桁だから、そう、3桁。ランダムにこう、例えば411が411。じゃない。じゃなくて、ちゃんと411ですよね。それすごい。でも、まあ、この人、でも誰しも1個ぐらい持ってないんですよ。私は、うん、自分の誕生日が2月5日なんですよ。ああ、はいはい。で、いつも ニコの日とか、ニコの日、はい、ニコニコの日ってずっと言ったんですよ、うんはい、勝手に、はい。そしたらニコニコの人と結婚したぐらい。かわいいじゃん、それちょっと今ちょっと。ニコニコ動画っていう、あ、そう、あ、そういうニコニコね、あ、ニコ、あ、ごめんなさい、僕勘違いしてた、ニコニコの人っていうから、その旦那さんのことがニコニコ笑ってる、あ、違う違う、ニコニコ、うちの旦那さんはニコニコ、ニコニコ生放送のディレクターをやってるんですけど、そのニコニコの人っていつも言われるんですよ。あ、そうか、それか、よくニコニコ、それプチスピだね、よくニコニコの人でしょって、旦那さんニコニコの人だよねって言われるんですよ。あ、そうか、だから、あ、そうです、ニコニコの人です、ニコ動、ニコニコね、ニコ生の人よねって言われるから、ああ、そうだな、すごい、完全に勘違いしてる、 なんてコスズラビさん、番組の後半です、可愛らしい、バカですよ、ニコニコの人なんですよ、ね、そうか、ニコニコ動画、ニコニコニコ生とかの人って、そうニコ生の人とか、なんかそれプチスピだね、本当ですか、いやいや、だからつまりここまでじゃないってこと、チチと長男と違うんだ、ああ、そう、プチプチプチね、プチトマトみたいな、うん、ああ、そうそう、次行きましょうか、はい、これ持ってたんだからしょうがない、一つありますって教えてください、ああ、そうですね、はい、なんかあのホリエモンかなんかが、はい、よくバカの話をするんですよ、バカ。バカって多分何回出てきたんだろう。そうでもそのホリエモンが言うにはバカな人ほど成功するって言うんですよね。へー。そう。でなんかでそれはテレビでも言ってたんですよ、ずっと前に NHK でも。でも最近だと何だかどこで言ってたかな。あるニュース、あ、そう、アットダイムっていう、はい、まあ、ニュースサイトでも。バカな人が成功するって言ってたんですよね。へ、でもホリエモンって東京大学に出てるんですよ、確か。ですね。そう。で、このバカな人って何なのかっていうと、実は、うん、お利口な人だったら、そこまで、例えばなんだろう、うまくいかないだろう。例えば宇宙開発とか仕事にしようとしてるじゃないですか。ホリエモンはね。そういうことありますね。
ましたね。そうそう、でもそうやってやめとけと、そんなことしても動かない、うん、でバカな人だったらそれをやるっていう、うん、そういう意味のバカなんですよね。あ、分かります。うん。で